高浜原発今すぐ止めろ、高浜原発今すぐ止めろ、高浜原発今止めろ、高浜原発今すぐ止めろ、高浜原発今すぐ止めろ、仙台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 原発今すぐ止めろ、原発止めろ、安倍もや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 めろ、原発止めろ、原発止めろ、安倍もやめろ、安倍もや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 めろ。それでは官邸に向かって抗議のスピーチをお願いします。スピーチなさりたい方は先頭においてください。原発反対します。福島の事故からもう6年9ヶ月、まだ原発事故によって人々はふるさとに帰れなかったり、子どもたちも苦しんでます。電気は足りてるのになぜ原発推進したいんですか。原発再稼働どんどん進めて、私たち本当に心配です。これからの日本、原発進めていったらどうなるんですか。子どもたちの甲状腺がんだって増えてるんです。子どもたちの甲状腺がん、本当に少ない病気なんですよ。200万人に数名の、そのくらいの発病率だったんです。それが福島、子どもたち35万人、その中で194、それ以上とも言われています。福島だけじゃないんです。福島の周りの県、放射能は風に乗って県境で止まらないんですよ。そのくらいあんたは分からないんですか。子どもたち、そして若者、そして全ての国民を守るのが安倍首相あなたの仕事です。なぜ原発を続けるのですか。今年エネルギー基本計画の変える年、今審議会が開かれてますが、私も傍聴2回3回ぐらい応募しましたが、傍聴修正に漏れてしまいました。みんなが傍聴できるようにしていただきたいと思います。その日、審議会原発推進派が多く占める、そんな審議会で
エネルギーの今後を決めることはナンセンス。あなたはもっときちっと政治をすることを強く強く要求します。他にスピーチなさりたい方いらっしゃいますか？それではこれからワイヤレスマイクを持ったスタッフが3番出口のあたりまで参りますので、今お立ちのその場所からスピーチしていただきます。カメラ、ビデオ、ユース配信をやっている方はスピーチされている方の顔を映さないようにご配慮をお願いいたします。毎回雨の中お疲れ様です。はい、今立ったままの場所で官邸に向けて半減の抗議をされたい方いらしたら手を挙げてください。はい、安倍さん、今日12月8日はコタバの基地収容率と真珠湾攻撃から76周年です。広島長崎への原爆という空前のお返しを食らうことになった太平洋戦争開戦です。安倍さん、ひょっとしてひょっとするとトランプの米軍が先制攻撃する第二次朝鮮戦争まで全面支持するのですか？第一次朝鮮戦争やベトナム戦争とはわけが違い、核弾頭を含む少なくない反撃の北朝鮮からのミサイルのお返しがあり得ます。横田、横須賀など日米共同司令部基地や高浜などの原発に、そして何よりあなたの頭の上にミサイルが打ち込まれるお返しがあるのではないでしょうか。福島原発事故汚染水は完全にアンダーコントロールとの大嘘を平気で世界に表明したあなたです。 J アラートのお笑い訓練でミサイル対応万全ですとなりかねない怖さがあなたにはあります。原発安全神話がいやっと終わってもなお再稼働世界最高水準規制進行、さらに北の反撃のミサイルにはアラートでのお笑い対応、それから再処理にしがみつく日米原子力協定延長も原発新設に向かいそうなとんでもないエネルギー基本計画の策定も本当に正気なんですか？神話や信仰をも飛び越えたお笑い世界に近づいているようで本当に不安です。安倍はやめろ、今すぐやめろ、安倍はやめろ、今すぐやめろ。世界観の前です。今大井原発3、4号機は審理を終え名古屋高裁の判決待ちだ。高裁では地震の最大の揺れの大きさが認められず、地震の専門家の承認認定も認められず、裁判官も取り替えるなどして再稼働容認の判決を出そうとしている。こんな中で大井原発3、4号機の原子炉施設や燃料体などに神戸製鋼のデータ不正の製品が使用されていたことが明らかになった。原発関連の品質偽装不正は大事故につながる重要な問題だ。事故が起きてからでは遅すぎる。司法が運転を止めなければ原発事故を止めることはできない。関連の主張を鵜呑みにしないで審理をやり直し、第三者の意見を聞き入れ、安倍政権や関西財界や西川知事によるご意向や忖度のない公平公正な判決を期待する。国民のため良心に恥じることもない正しい判決をお願いします。
国民から信用されず、わがままで自分勝手で世界から馬鹿にされ、ノーベル平和賞とは無縁な安倍とトランプはやめろ。はい、3番出口近くでいらっしゃいますか。はい、前方返します。再稼働反対、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 柏崎カリバ再稼働反対、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 柏崎刈羽は再稼働反対、大井原発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 再稼働反対、東海大名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 再稼働反対、限界原発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 再稼働反対、全ての原発再稼働反対、全ての原発再稼働反対、全ての原発再稼働反対、おい原発そのまま入ろう、おい原発そのまま入ろう、おい原発このまま入ろう、東海大にこのまま入ろう、東海大にこのまま入ろう、高浜原発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 このまま入ろう、伊方原発今すぐ止めろ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 、高浜原発今すぐ止めろ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 、仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、安倍晋三は原発やめろ、原発もろともお前もやめろ、原発もろともお前もやめろ、安倍晋三は原発やめろ、安倍晋三